ロナウド所属のアルナスル、フファから処分下る、なんと、選手登録禁止処分。今夏の移籍市場で名選手を爆買いしていたサウジアラビアだが、そのうちの一つ、ロナウドさんが所属するアルナスルの処分が決定。その内容などは次の通り。イギリスデイリーメールによれば、FIFA は新加入選手の登録を禁止する処分を決定。これは2018年に獲得したアーメド・ムサの移籍に対し、39万ポンド約7000万円のアドオンをレスターシティに支払っていないためだとされている。アルナスルはすでに2021年に判決を受け、レスターに未払い金を支払うように命じられていたとのこと。ただ、その支払いをしていないため、登録禁止処分が下されることとなった。さらに、禁止される登録期間は一度ではなく、連続した3回という取り決めだったとのこと。これにより、いくら選手を獲得しようとも、プレイさせられない状態となってしまった。なお、クラブはその期間内に未払い金を支払わなければいけないが、実行しなかった場合はさらなる処分を FIFA から言い渡されることとなる。今夏サウジアラビアの政府系ファンド PIF に買収された4クラブのうちの5つ、支払う能力がないはずがなく、すぐに支払われることとなるだろうとされている。FIFA よくやったな。やればできるやん。7000万円って小銭すぎて忘れてしまったんだろうにかわいそう。レスターが優しく言ってくれればすぐに払っただろうな。言うならすぐに先生に作るやつやん。多分サウジの金持ちの感覚はこう。コンビニ行って10円足りない時に借りる感覚。そんなん1日経てば忘れるって。7000万なんて秒で払うだろ。むしろプライベートジェットで直接届けるまであるやろ。この波に乗れなくなったアルナスルが意外と優勝する説。どんまい。逆に払わなかった理由あるなら組織が気になる。